警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだろう。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。わーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。車だよね。飛び乗るぞ。あ？外はどうだった？そっちは異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。やるぞ。行くぞ。蹴り出す。じゃあ、何だ。指揮を直す。動けな。おとなしくしろ。大歓迎だぜ。うまく立ち回れと言ったはずだ。不器用なもんでよ。最初から暴れる気だったな。待って、記憶にねえな。覚悟はいい。先を急ごう。通用口の奥にあったはずだ。おい、仕上げだ。
頼んだぞ。待ってました。倒せない相手。何者だ。えっ、
誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。粉々にしてやる。明日以降で頼む。へいへい。封鎖されてる。触らない方がいいよね。くそ、生意気な。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
ことかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ、見ててね。やったじゃねえか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？ははうまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。正面突破よりは人目につかない。そりゃそうかもしんねえけどよ。たった59階だ。そうだね。レースじゃねえからな。煽るなよ。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。着いた頃には俺たちもヘロヘロだしな。ペース配分を考えながら行こう。そろそろ休憩にしねえ。バレット俺のせいにしてやめてもいいぜ。無理なら正直に言え。無理じゃねえよ。二人とも黙って。じゃれ合っても階段は減らないよ。ティファ、俺は講義なら上で聞きます。開発はずっと上の階だろ。ああ、その通りだ。
暗号、この意識。クラウド、バレットお願いね。ああ。え、聞こえないよ。バレットは任せてくれ。悪いな、検討してくれ。知るか。クラウド、待てって。疲れたか。うん、さすがに。でももう大丈夫。よし、だったら行こうぜ。元気だね。休んじまったら一歩も進めねえ気がしてよ。いや、それは大変。さあ行こう。かしこの階段、いつまで続くんだ。さあ、階段に聞いて。階段が答えるはずないだろう。ないぜ。その答えはないぜ。冗談のつもりだった。禁止にする。このルートはかったるいけどよ、戦闘がないだけマシだな。やめろ。うん、やめて。なんで。最近ないなって気づいてしまうと怒る。ああ、面倒事は大抵そうだな。おっと、どうする。え、黙って祈れ。
登ったのと同じだけ降りるの？本番はここからだ。よし、行こう。70、80、90、100、110。魔鋼濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる放冷を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔鋼濃度、マテリア構造、ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。検出。あ、行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。領域内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。は、スカイフロアね、名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。ここに来た奴らはこの夜景を見て、綺麗だ、絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。
そちらでカードキーを更新していただきますと、次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たくめんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？はっ、それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神だ。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ仕方がないと。すべてのマコロと支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも、町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括、会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。今度は何だ？こちらメモリアルフロアでは、プレジデントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鋼都市ミッドガルと魔鋼エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。自分大好き野郎ってこったな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？プレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。よく見るやつだね。
散々スクラップにしてやったぜ。いかがでしたか？神羅カンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々、ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し、日夜皆さんの安全をお守りしているのです。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。おめでとうございます。これであなたも神羅博士。それでは続きまして、神羅の英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。こちらビジュアルフロアでは、神羅の最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。ぜひとも全身でご堪能ください。何にもねえな。なんだ。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。至上の幸福、星が与えし定めの木。しかし、そんな彼らも今はいません。
約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔法エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。終わりか？だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。うひょー、うん、どういうこと。まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。おめでとうございます。これであなたも神羅マスター、神羅の素晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進みに。なんだ、お待ちしておりました。アバランチの皆様、私ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。
こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。なんだこりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔鋼都市ミッドガルの市長ドミナである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早え。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。まあ、シンラを引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。あ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。無理。これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。
高すぎだろ。64階に上がれるのは上級社員だけです。身なりの整った方を探されると良いかと。またその人はストレス発散のために63階へ来ているのだとか。そんだけかよ。おや、納得されていない。仕方ないですね。ではこちらをお納めください。あん、お心づけのお礼でございます。悪くねえな。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。イファルナは細胞まで美しかったよ。その表情、懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあ、また後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。